こんばんは、戦国どうでしょうでございます。さて、こんばんは。リメイクしていたね、固定のパーツを仕上げていきたいなと思います。まあ、順々に中の鉄どんな感じみたいなの動画も作ってお見せしたと思うんですが、まあ最初とちょっと見比べてどこまでの状態になったかというのをね、まずご覧いただきましょう。まずこんな感じに変わりました。ではですね、これが最初の状態ですね。まあだいぶひどいやつしか残ってないので、あれこんなにひどかったっけという感じなんですが、あの前回のね、もうちょっと綺麗なやつをご覧になりたい方は、あの前回の動画で、参照してください。それが、まあ、表面のサビを落としてやると、こんな状態になりますよというのが、前回ここまでリペアをしました。ちょっとアップで見てみましょうか。こんな感じですね。もう錆び切った状態から、もう完全にこの鉄板の、まあ、サビを落としてね、綺麗に、まあ、鉄の部分が見えるような状態までやってあります。ただちょっと磨きがちょっときつめに磨いてるのもあるので、磨きがきつい状態ですね。そしてこれに、漆を塗ってみました。今回使用したのは、いつも使用している、人工漆の水性タイプです。まあ、カシュー漆を本当は使いたいんですけど、カシュー漆を使うと室内がものすごく臭くなるということで、ちょっと避けてます。本当はね、ホーム漆使うのが一番いいんでしょうけど、なんか全身痒くなるらしいんですよね。2ヶ月ぐらい痒さが引かないっていう話を聞きまして、とっても使う気になれません。自分としては、まあ、100年経っても慣れる気がしないので、まあ使わずにね、なるべくやっていきたいなとは思ってます。で、これを2種類で色分けして今回塗ってみました。まず 1つ目が、この赤いタイプですね。そしてもう1種類がこちらの黒いタイプですね。というですね、2種類のリペアをしてみました。結構ね、綺麗な感じに仕上げることができました。まあ塗って研いで塗って研いでっていう感じで、結構たくさん塗っては、耐水ペーパーでね磨いて、もう一回塗って、もう一回塗って、またちょっと耐水ペーパーで研いでという感じで何度も繰り返して、やっぱ塗ればね塗るほどたくさんツヤは出せたんじゃないかなと思います。で、今日はこれを最終形態のストラップに変えるということで、ストラップにしちゃいたいなと思いまして、買ってきました根付け。まあ全部こんな感じの、ちょっと豪華な感じのやつとか、あとはこう完全な根付け紐オンリーみたいなのもあったのでね、この辺りを使って綺麗に仕上げちゃいたいなと思います。じゃあもう根付けの作業に入ります。多分規格が合ってると思うので、このままいけるはずなんですが、手元アップには多分しないです。しなくていいと思うんですけど、これで多分いけるな。こんな感じの、ストラップがこれでできます。このね、江戸時代のそのままのやつも、まあ、全体的に穴はもんどいたので多分いいはずなんですけど、どうかな。すごいな、ただただストラップに紐を通すだけ。動画ってどうなんだろう。まあね、手作りストラップ作ってみたはいいんですけど、その後、こんな感じでね、根付け紐をつけるとできるんじゃないかなと。はい、ということでね、ストラップがこんな感じで完成をしました。まあ、どこで使われるかは私に会った人のお楽しみと、あったらね、ぜひ声かけてみてください。ぜひお渡ししたいなと思います。有料ですけどね。まあ、今回このね、リペアっていうのを、リペアっていうほどのリペアはしてないんですけど、昔の鉄をとりあえず、昔の鎧を分解して、で漆を削って、まあ塗り直すっていうだけの作業なんですが、まあ結構大変だったなと。錆止めも必要ですし、まあ錆止めって言っても塗ってあげれば十分な錆止めにはなるんですけど、
ね、もうちょっといいやつをこれでリペアしようと思うと、もっと手間かけてあげないといけないのかなと。まあ江戸時代のね、こういった、まあ、ボロボロになっちゃった鎧とかでもこんな風にね、綺麗にリペアできるんだぞっていうのを今回ご覧いただければいいかなと思います。今宵のどうでしょうはこれまででございます。